もともとその女性学とかを大学で専攻してたんで、女性の仕事とかっていうのに最初目を向けてたんですけど、最初に行った国がベトナムだったんですけど、孤児院に行ったんですね。でそしたらその孤児院にその枯葉剤っていう、そのベトナム戦争の時にまかれた枯葉剤っていう薬で、ちょっと言い方が悪いかもしれないんですけど、まあ、ちょっと障害を持ってしまった子どもたちとか、あとは両親がいない子どもたちを見てすごい衝撃を受けて、でそこから、まあ、女性も支援したいっていう気持ちはあったんですけど、そっちよりもついつい本当に子どもに目を向けてしまって、自分がなんで子どもに目を向けてしまってるのかっていうものを追うために、ベトナムでの経験と、あとカンボジアで、そこから自分がネットで適当に見つけたタイの団体があって、代表の考えることと一致する部分があったんで、タイに連れてってもらった時に、ベトナムカンボジアで行ったところは結構観光向けの孤児院だったんですけど、タイで行った時はもう完全にもう本物のっていうか、それ観光向けじゃないんで、本当にリアルな孤児院を見た時に、やっぱりその愛情が足らない子どもたちっていうのにすごい目を引かれてたんだなっていうのを感じて、その経済とか鉛筆を与えるとか、そのご飯を食べさせるみたいな活動は誰でもできると思うんですけど、やっぱ愛情とかって、そのハグとかタッチングから愛情を感じるのかなと思った時に、まあその自分しかできないことなんじゃないかなと思って、そういう子どもたちにちょっとでも愛を注ぐっていうのが、将来犯罪率とかも減らせるのかなと思ってて、勉強はできるに越したことはもちろんないとは思うんですけど、そっちよりも大事なことって、やっぱ愛情育たないとまた同じことを繰り返すのかなと思ってて、で日本でもその一般家庭っていうものがいっぱいあっても、やっぱ犯罪とかっていうのあったりとかするじゃないですか。だからタイも同じなのかなと思って、その自分は勉強とかそういう部分よりも愛情っていうものを大事にしたいんで、半年に1回とかっていうペースしかタイには行けないんですけど、その子たちが振り返った時に、その日本人がこうやってやってもらったなとか、こういう手つないですごい楽しかったなとか、そういう小さな部分を大事にしてほしいなと思って、なんで自分はタイとかそういう子どもたちに目を向ける活動っていうのを今後もやっていきたいなっていうふうに考えてます。国際協力自体に興味を持ち始めたのが小学校ぐらい、まあ、友達が少なくて自分が、でまあそのいじめとかもちょこちょこあったりだとか、家庭環境もまあ普通の家庭環境だったんですけど、自分が不満に感じる部分とかたくさんあった経験とかもあって、あとは自分は人と違うっていうのをすごい昔から言われてたタイプだったんで、その時に心を癒してくれたものっていうのがすごい洋楽とかで、レディー・ガガとかだったり、マイケル・ジャクソンにすごい影響されたんですけど、でそこでマイケル・ジャクソンの PV とか見た時に、なんか世界中の子供たちと仲良く知れたりだとか、人種差別っていうものを知ったりだとか、そういう洋楽とかを通して社会問題について興味持つようになって、なんとなく国際協力っていうのも興味を持ったみたいな感じです。英語は全くできないんですけど、もうそういう海外の考え方とか、そういう世界観に惹かれたっていうのが、こういう開発とかっていう世界に惹かれたきっかけですかね。将来具体的にやりたいことっていうのは、本当に何もまだ考えてないんですけど、こういう地方創生の分野に携わって、でやっぱり地域っていうのが今後すごい熱いものなんだなっていうものをすごい感じていて、まあ、この協力隊を通してですけど、こうやって人に感謝されたりとかっていう経験って、こういう仕事ならではなのかなともすごい感じますし、自分がこういう仕事で頑張ってるっていうことを地域の人とか地元の人がすごい応援してくれてて、その人たちから発信してるのを見た時に、あ、なんか自分は地域を盛り上げられる一人になってるんだなっていうのをすごい実感したんで、どういう形にはなるか分かんないんですけど、その御宿だけじゃなくて千葉県全体も一緒に盛り上げられるような、そういう人になりたいなっていう、本当にざっくりとした夢じゃないですけど、目標みたいなのをちょっと持ち始めたかなって感じです。